ごいよ本当に宮城県の海、うん、かっこいい。よし、晩ご飯やっていきましょう。今回はキャンプと言いつつも旅しながらのキャンプなので、焚き火とかで調理しずに車にずっと積んであるタフマルくんと、平式飯盒の新潟の中テフロン加工にしたスペシャル課金クッカーでやっていきます。もうね、今日のキャンプすごい楽しみにしてて、初めての宮城県で初めてのキャンプということで買ってきましたよ。あれを、あれを、じゃじゃん、牛タン。めっちゃ美味しそうじゃないですか。8ミリぐらい厚さありますね。私のイメージする牛タンはもうちょっと 1.5 センチにこう切れ目入ってるみたいなイメージだったんですけど、こういうね、丸くて8ミリぐらいのもので切れ目入れてっていうものも結構主流みたいなんで、今日はそちらでやっていきます。で、私この47都道府県制覇の旅でご当地和牛を食べるっていう企画をやっていてので、これも大変贅沢で大変恐縮ですが、いただかせていただこうと思います。いただかせていただこうと思う、これ変だな。じゃじゃん、仙台牛、美味しそうですね。こちらは仙台牛のもも肉でございます。あと1個スーパーで面白い子を見つけたんですよ。鮮魚コーナーでいっぱいある、なんだこれ、ドラゴンフルーツみたいなのが売ってて、これこれ、あのホヤでございます。ホヤってこんな継承してるんですね。ホヤの全国の生産の8割が宮城県ということでかなり有名みたいです。今日は晩ご飯これでやっていきます。あとそうそう、お米は宮城県の一目惚れ、これでやっていきます。では人生初めてのホヤをさばかせていただきます。調べました、私今さっきネットで調べました。まずね、今まな板がねもうないので、この中でやっていこう。こう切り落とすらしい。失礼しますよ、なんか飛び出てきそう。大丈夫？あ、結構硬い。おばあ、おお、はい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 、なんか体液なのか、なんか出てくる、いっぱい出てくる。これ出しまして、でもこの液体はね捨てちゃいけないらしい。すごい、あ、なんか米の吸水が終わった。切れました、2つになった。で、これを半分にバカッと切ってしまうらしい。で、手でおお、これを剥がします。あ、綺麗だね、綺麗だね、二重構造になってる。なるほどね、これ底の部分もうちょっと浅めに切ってもよかったな。この辺食べれるんじゃね。え、めっちゃ食べるとこあるじゃんこれ。ちょっと今ゴミから漁りました。え、いいな、これ、これゲッチュ、これゲッチュ。で、この綿の部分を削ぐらしい。で、これ面白いのが水で洗うんじゃなくて、ホヤちゃんから最初出てきた体液で洗うらしい。これ入れて洗えた、ホヤ、ホヤできた。これをタオルで拭き取ればいいみたいな感じです。よし、終わった。こんなに汚したキャンプ飯ないよご飯炊きます。あったかい、さすが東北、7月なのに寒いです。べちゃべちゃになりそうなので白いの脱いだんですけど、この格好普通に結構寒いです。では牛タンに切れ目を入れていきます。ではまずは仙台牛入れていきます。これを軽くね、軽くいきます。
よいしょ。牛タンは焼きながらいただいていくということで。おお、ご飯が。はいはいはい。せーの。はい。ああ、美味しそうだね、美味しそうだね。めちゃくちゃ美味しそう。お米が立っております。ツヤツヤに立っております。混ぜとこ混ぜとこ。いただきます。じゃあまずは、綺麗だね、綺麗だね、仙台牛。うん、うん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 、うまいうまい、うん、今めちゃくちゃ幸せ。牛肉っていうこう香りがすごいするんですけど、もも肉選んだこともあって弾力がすごくて、脂っこすぎない感じがまた良くて、なんかきめ細やかで噛む楽しみ、こうもっきもっきしてる感じが、お肉食べてるって感じがして美味しくて、ね、いいですね。香りが強い気がする。うん、ご飯も美味しい、甘いです。幸せ。おうん、うんうんうん、柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい、プリプリ。で、別にドロドロ系ではない、プリプリ系柔らかさです。あと甘い、おいしい、好きだなこれ。うん、狙ってるね、狙ってますね。いや、そろそろ。コリコリジューシー、無限にいけそう。うんうん、全然違う。どっちもいいけど全然違う。もう一個試してみたかったこと、よく焼き。うん、よく焼きも美味しい。仙台流の食べ方はどっちなんだろうか。ごちそうさまでした。美味しかったです。緑のものが何もなかったな。まあいっか。まあまあ。ではこの後食器洗ってシャワー行ってきます。シャワーがなんと無料だそうで、どうなんかな。では行ってきます。失礼します。風呂上がってテントの中入っております。いや、もうお風呂最高で、おかげさまで今ポカポカです。だから寝袋で寝ようかと思ったけど、
また刺すに今普通に枕になってます。これ3万円の枕です。ではまた明日。新しいタイプの時報でした。はい、片付け終わりました。では昨日のリベンジの釣りに行くんですけど、せっかくなので宮城県で今のシーズン流行ってる釣りっていうのに挑戦していこうと思います。じゃあキャンプ場出て釣り場の方行ってきます。では今回のキャンプ動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram のチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上がほなんでした。バイバーイ。